ルプススタンドと同じように花巻東の応援の声がこの新潟の球場にも響いています。甲子園では果たせなかった日本一へ向けて花巻東、今日はどんな姿を見せてくれるんでしょうか。花巻東の先発は2年生吉田。1回表、新チームのエースが投げた2球目は都の上昇業1番吉原に先頭打者ホームラン。先制点を献上してしまいます。しかしその裏、花巻東は先頭の柏葉が絶妙なセーフティーバントで出塁すると、続く佐藤良平もバント。これが相手の送球ミスを誘い、柏葉が一気にホームイン。1対1の同点に追いつくと、さらに河村のタイムリーで佐藤が帰り、花巻東はすぐに勝ち越しに成功します。ところが都の上昇業は4回にも吉田がまたしてもソロアーチを浴び同点。さらにこの後タイムリーも出て3対2と再びリードを許してしまいます。流れを変えたい花巻東は6回から猿川がマウンドを引き継ぎ、都の城商業打線を封じ込めます。ブルペンからエース菊池が見守る中、試合は1点ビハインドで9回を迎えます。9回裏、花巻東はフォアボールのランナーを2塁に進め、2アウトから代打を送ります。数々の逆転劇を繰り広げてきた花巻東、打席に入ったのはエース菊池でした。その初球、鋭い当たりはショートのグラブに収まりゲームセット。堂々国体3位の成績を上げ、春夏と甲子園でも多くの感動を与えてくれた花巻東の最後の戦いが幕を閉じました。結果的に最後の試合になってしまったんで、やっぱ投げたいという気持ちはあったんですけど、ただ最後の打席に自分に立つことができましたし、みんな一つになって戦えたんで、まあ、悔いはないですね。結果出さないとしかないんで、結果も出したいですけど、それ以上にやっぱり人の心に何か残せるような、まあ、愛されるような選手になりたいという気持ちがいっぱいです。結果はあるちょっと悔いは残るんですけど、まあ、やってきた過程に関しては悔いは全くないので、まあ、そういう意味では寂しい思いもあるんですけど、まあ、今はやってきたことに関して誇りを持ってます。春からすごい素晴らしいゲームやってくれたので、いろんなゲームがこう思い出されて、まあ、本当にただただ寂しいという感じです。今は春からもう非常に岩手の県民の方々に応援していただいたので、もう私も選手も含めてこれから地域に貢献する、そういう人材になって大学で学んでですね、しっかり地域に帰ってきて貢献してもらいたいと思ってます。